このチャンネルはお米粉の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は保護猫カフェで一番大きな黒猫、誰とでも仲良くなれる優しい子ということでですね、この大きな黒猫ちゃんなんですけれども、チュチュくんって言いますよ。チュチュくんっていうのは推定で4歳ということなんですけれどもね、実はこのお店のオープニングスタッフということでね、今も残ってるのが3匹ぐらいかなと思うんですけれども、今もねすごく他の猫ちゃんたちと仲良くやってるんですよ。でお尻をカキカキするとね、尻尾は高く上げてね、シャチホコみたいな感じになってますよね。撫でられるのもすごく大好きな子ですよ。結構イケメンですよね。でチュチュくんの名前の由来なんですけれども、子猫の時に耳をねチュチュと吸ってたのでね、チュチュっていう名前になったようですよ。猫兄さんはねその時代知らないのでね、もう見た時からも大きかったのでね、あ、そんなね可愛らしい時代もあったんだなという気はしておるんですけれどもね。おもちゃでもね多少は遊んでくれますよね。ちょいってあげてるでしょ。激しくはね遊ぶことはあんまり見たことないんですけれども、まあこういってちょいちょいっていう感じでね、楽しく遊ぶことができますよ。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。突然やってきた猫ちゃんに怒ったりしないでしょ。あ、隣ではね寄り添ってるにゃんこがいてますね。で右側のにゃんこなんですけれども、猫嫌いなんですけれどもね、なぜかね子猫のマーブちゃんにだけはねこう寄り添っても大丈夫ということでね。イケメンのゴロちゃんが来ましたけれどもね、大きさ的にはだいぶ変わらなくなってきたのかな。ちょっと前まで本当に子猫って感じだったんですけれどもね、あ、後ろからねシャム猫ミックスのねこの子はベリーちゃんかな、来てますよ。鼻キスをした後噛んでる噛んでますよねこれは。すごく甘噛みなんですけれども、ベリーちゃんのことが大好きなのかもしれないですね。お尻くんくんにおったりとかね、今ペロペロしてますよね。ゴロちゃんが間を入ってどっか行っちゃいましたけれども、やっぱね黒猫ちゃんっていうのは本当に毛艶がいいですよね。イケメンだな。結構おもちゃで遊んでるでしょ。飛びついてきてくれました。でもねすぐやめちゃうんですよね。走りタンタンタンってやってもね、なんかスリーってやってますね。紐のおもちゃだと、あ、結構遊んでくれるか。紐の方が好きなのかな、ひょっとしたらね。隣に子猫ちゃんがいてるんですけれどもね、あんまり遊ばないか、遊びに来たのかなと思ったんですけれども、はい、ちょっと反応してるか。あ、順番待ちかな。やっぱチュチュくんが遊んでるので遠慮したのかな、この子猫ちゃん。飛びつきそう。チャイッとしたよ。いい子が多いな本当にね、保護猫カフェの猫ちゃんっていうのはね。もうくわえちゃいましたね。もう終わり。あ、遊んでくれた。大人の猫が遊ぶのって本当嬉しいですよね。おお、両手パンチ、いいね。チュチュくんって普段あんまり遊ばないので、たまにしか遊んでくれないんですよね。だからすごく嬉しいですよ。なかなか貴重な VTR かもしれないですよこちらは。おお、ベリーちゃんも遊んでるよ。カミカミしていいね。で実はこちら受付のカウンターですので、あんまりねここまで溜まってほしくないかなとは思うんですけれどもね。でまたマウスに来ちゃいましたね。この子は結びちゃんですね。ということでね、チュチュくん降ろされてました。ゴロちゃんにも挨拶をしてお尻に寄っておりますよね。でゴロちゃんが本当にイケメンなんですよね。どこ行くのかな。混ぜても逃げたりしないですよね。
くね優しい子なんですよ、この子は。お尻タンタンタンって眺めてるな。まだ降りた。ハチくんだな。この子も実はオープニングスタッフなんですよ。お、マサムネくんとね鼻キスしましたね。マサムネくんもオープニングスタッフですね。実は3匹がね揃ってるっていう感じですね。あ、ハチくんが来た。ね、あ、撫でられて気持ちよさそうにしてるな。やっぱ好きなんでしょうね、撫でられるのはね。ちょっとどうかな。お、ちょっと遊んでくれた。あれでも終わり？あ、遊んでくれた。あ、でもやっぱカウンターが好きなんでしょうね。でもね、カウンターの上がね猫ちゃんだらけになってるっていう感じなんですよね。あら、また噛んでるよ。なかなか激しい噛み方だな。皆様いかがだったでしょうか。シュチュ君が本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。今猫パンチ垂れたな。